おはようございます。2010年12月12日日曜日6時5分になりました。日曜日の朝ですということで、まあ結構もうここ寒くなってきましたね。でも昼間はちょっと暖かいみたいですけれども、ただまあどうなんでしょうね、今年の冬はものすごい寒くなるのか何なのか、なんかもう全然そのね、夏がむちゃくちゃ暑かったんで余計になんかこの冬は寒く感じるような気もしますけれども、さてさてニュースですけれども、ですね、今日はですね、一つだけにしたいと思います。結構大きな話なんで、ですね、これですね、金沢市長選で、ツイッターで当陣営がツイッターで選挙戦で戦艦の無視をしてやってたということらしいんですけれども、これですね、この毎日新聞のサイトの記事によるとですね、まあご存知の通り、その公職選挙法というやつがあるんですよね。で、公職選挙法ではそのこれもずっと昔からね、議論になってるんですけども、その日本の法律では、あの選挙期間中はですね、立候補者の選挙運動、その選挙運動についてですね、インターネットを使うことを禁止してるというかですね、明確にそのインターネットを使っちゃいけないとは言ってるわけじゃなくて、その認めたその何て言うんですかね、方法以外でやっちゃいけないというふうになってて、で、それでネットの配信というのが明確にその禁止されてるわけじゃないんですけど、どうもその引っかかるということになってて、で、どこもですね、選挙が始まるとその立候補者は選挙運動しちゃいけないので、ホームページが全くその更新されないとか、ブログも更新しないとかですね、で不特定多数の人に向けて そのメールマガジンとかああいうのも全くやらないとかですね、そんな風になってるわけですね。で、ところがですね、今回その金沢市の市長選で、ツイッターでつぶやいたというのが、その応援してるところ、どうもこの詳細を見るとですね、こっちに詳細があるんですけども、細かいニュースを見るとですね、ですね、ネットの、その当選したその山野さんという人のネット戦略を担当した IT 関連会社の社長とその秘書がですね、あちゃこちゃでつぶやいたと、ツイッターで。で、公職選挙法への抵触を心配する声に、心配ご無用、メール、電話、ツイッター、オールオッケー、一票入れてと、はっきり言っていいですというようなつぶやきもして、どんどんそのツイッターをですね、上でいろんな、それをさらにこうリツイートって言ってどんどん次の人にこう渡していくっていうようなことをやってたわけですね。で、まあこれがですね、現状のその公職選挙法から言えば、明らかにその今までやっちゃいけないっていうことを言われてたところなんで違反なんですけれどもですね、これがちょっと面白いことにって言ったらいけないのかもしれないですけども、これをですね、捕まえていいんかどうかなっていうので、今、なんか警察もあまり動けないみたいなんですよ。で、このところのそのネットを解禁しようという流れがあって、で、県県警はですね、判断は難しい。ネット選挙解禁の流れから今立件するのはどうか。というところもあるというふうに言ってて、どうもですね、でまたやった人も確信犯でやってるんですね。捕まえるもんなら捕まえてみろよ、もういいよと、こんなんで捕まるんやったらっていうようなぐらいの勢いでやってたりしてたんですね。ということでですね、この動きは非常に、これでもしどっからもお咎めなしで終わっちゃったとすると、
実質そのなし崩し的にですね、ネットをインターネットを選挙で使うっていうのが OK っていう形になってくるんじゃないかなというのがあって、さてさてこれどういう動きになっていくのか、まあこれからのいろんな地方選とかですね、そういった中でちょいとこういうのが話題になってきて、問題になるというよりも話題になって、なんか日本流の、日本流って言っていいのかな、なし崩し的にいつの間にかツイッターやらなんかでつぶやいたりとか、ユーストリームでこんなやつでその動画配信も OK みたいな形になってしまうんじゃないかなっていう気がしています。さてこれちょっとね、今後どうなるかというのは少し注目してみたいと思います。ということで、今日はですね、これちょっと結構大きな話なんで、本当にここからどう変わってくるかっていうのはかなり影響がいろんなところに出るかと思います。ということで、今日はもう6時11分になっちゃいましたね、ですが寒いです。車とかね滑ったりしてるんで、まあお気をつけて、ねイルミネーションとかちゃこちゃ見に出かけるかと思いますが、夜は凍結とかしますんで気をつけていきましょう。ということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。